歴史家の濱田光一郎です。今日は鎌倉幕府ができたのはいつかというテーマで話していきます。鎌倉幕府ができたのはいつ、この質問に私を含め昭和生まれの人ならば1192年というふうに答えたり、そのように学校で習ったと記憶を掘り起こす人が多いかもしれません。ちなみに1192年に幕府ができた根拠としては、源頼朝が征夷大将軍に任命されたからというものが定番でした。ところが21世紀に入ると日本史の教科書も鎌倉幕府の成立年を1192年と書かないものが増えてくるんです。今私の手元にある教科書、山川出版社から出ている高校日本史 B にもですね、武家政権としての鎌倉幕府が確立したとは書いていますが、1192年にできたとも、いつできたとも具体的な年は書いてはいません。これはなぜか、私が思うに幕府成立年に関する議論が深まり、ある意味意見が乱立したこともあるかと思うんですけども、幕府の成立は段階を踏んで整えられていったものであり、ここだと特定の時点を幕府成立年にすることへの違和感も関係しているのではないかと考えられます。ちなみに1192年以外の説にはどういったものがあるかというと、例えば源頼朝が挙兵し鎌倉に入り、侍どころを設けた1180年説というものもあります。また守護義塔が置かれた1185年説というものもある。テレビでおなじみの東大教授本郷和人先生などは前者1180年説を書物などで書いておられます。1192年説に代わり教科書でよく取り上げられているのが1185年説。諸国に守護、荘園や公領に義塔を任命する権利を獲得したことによって幕府成立、つまり源頼朝による支配体制が確立したという説です。私はかつては1192年説を支持していました。1192年に頼朝が朝廷から征夷大将軍に任命されなければ、頼朝の政権はいつまでたっても一地方政権に過ぎないと考えていたからです。しかし資料の発見などによって征夷大将軍就任は、ある意味偶然であって、幕府首長の官職として確立していたわけではなかったことが明らかになってきました。頼朝は1194年に征夷大将軍を辞任したと言われていますし、頼朝の後継者源頼家も征夷大将軍に任命されたのは頼朝の後を継いだ3年後のことだったんです。この頃は征夷大将軍が幕府首長として定着していなかったことがわかります。よって1192年イコール幕府成立というのは不可だと私は感じたんです。1192年説を放棄した私は、特定の時点を幕府成立年にすることへの違和感が正直芽生えていました。幕府は段階的にできていったものであり、特定の時点を成立年にすることに意味はないのではないかと思ったんです。私の他にもそういうふうに説いている歴史家もおります。しかしその一方で、それではいけない、確定させる必要はあると考える研究者もいて、幕府成立年にまつわる議論はこれからも続いていくように思います。今日は鎌倉幕府ができたのはいつかというテーマで話してきました。以上、 YouTube 歴史塾濱田光一郎でした。